皆さんこんにちは。相場30万円のプレイマットを使う男、巨大マックスデルガです。今日はですね、ブロックオリパを開封していこうと思います。箱オリパでございます。この見ての通りね、値段もね見えちゃってると思うんですけど、22,000円、まあ、実はね現金なら2万円ということで、まあ、ちょっとお得に買えたんですけど、バトロコさんで買ってきた2万円のブロックオリパとなっております。副ブロックって言ってるんで、アドになってくれないとちょっと私は悲しい。10月の半ばぐらいに買ったものなんで、全体的にポケカ界隈が高騰してる最中に買ったものになります。はい、何が入ってるか見ていきましょう。どうなんでしょう、オリパとかもね結構なんか面白い。おー待って、すんごい入ってるあ、でも何これ、側面にプチプチ入れてくれてる、優しいカードが傷つかんようにってこと、これ。これなんか所々にスリーブが入ったカードがありますね。どっちから見ていけばいいんだろう。まずはこのちょっと一部分だけね、見ていこうと思います。博士の研究の25周年のミラーのやつですね。はい。お、博士の、お、大木戸さんめっちゃいる。あ、で、水エネルギー。はい、チェリー、まあ、ピカチュウ。あ、なんかレア多いな。ヨノワール、リザードン、カビゴン、一瞬、あ、なんかレアを詰め込んだ感じ。おお、おー、インテリオン。いいですね。はい、で、踊り鳥、なにこれ、いいやん。あ、トップエンドリー。波のリベール、あ、なんでこれ、めっちゃ有料カード入ってるじゃん。なかなかいいカード入ってます。はい。あ、メリープ、あ、モココ、モコ、おー、エレキダイナモーじゃん。エレキダイナモーしてるじゃん、これ。はい、踊り鳥多いな。踊り鳥こんな使わんよこれどうしよう、これスリーブのやつ見ちゃったらさ、ちょっとあれだね、最後に見ましょう。2ブロック目、2つ目見ていきます。じゃじゃん、サザンドラ、あ、はい、ジジロン、あ、これプロモですね。ローマンダ、おお、今度は七かまど、キーハイ、鉄砲。てかこれさ、デッキのやつじゃない、綿毛連打にスピア、コバルヨン、あ、おー、ランドロス、なんかさ、待って、レアが多くて普通に面白いなあ、トゲキッス、はい、ピカチュウかわいい、チマブシ、電ボカイ、ちゃんとね並んで登場。はい、バスラ王ですね。そして2つ目のスリーブ、こっち置いときます。確かに、でもなんかさ、めっちゃ、もう待って、すごいダブルレア来た何これ。はい、レシラム V にジャローダ、おお、ジャローダ V3 枚、あ、マギアナ、お、ガラルニアイ、キング、ケッキング、メルメタル、ゴリランド、おお、あ、この辺もレシラム、マギアナ、ケケンカに、これは光ってないのでスタートデッキ。おお、でクロバット V、 アローラロコン、レシラム、はい、クチートプテラ、え、待って、これめっちゃ入ってるやん、すごい。フライゴン、あ、ブースターかわいい、はい、バシャーモン2杯、ローブシン、ケッキング、アローラナシ、ブラッキー4枚積み、嬉しいですね。はい、ブラッキー、これスペシャルアートだったらもう泣いて喜んでたけどね。はい、ブラッキー V4 枚、はい、ブリザポスにドラパルティ、あ、でもレギュレーションは全部ちゃんと超えてくれてる感じで、はい、マリー、はい、エネルギー付け替え、お、レイスポス、はい、コルニの気合にガーテング、ハイパーボール、黒帯らしいですねはい、ガメのです、はい、オロトサンダー、マーシャドすごい、はい、ライチュラ、じゃあこの辺はイーブヒーローズのレアですね。はあ、なかなか楽しませてくれますね。そしてこちらが3枚目のスリーブレアとなります。レアなのかわからんけどね。4ブロック目です。じゃじゃん、おー、ルカリオ V スターじゃん、え、やば、え、待って、めちゃくちゃ光ってる、これすご、え、めっちゃ入ってんじゃん、すご。てかルカリオ V スターってこれデッキの表紙のやつなんで、パックじゃ手に入らないから、めちゃめちゃ嬉しいやん、これすご。ちゃんと2枚、3枚、4枚くれるの。ルカリオ V 入ってないとこれ進化できんけどねさすがに入ってる、これもしかして。はい、シャンデラ VMAX、 この辺トリプルレア、お、ニンフィアかわいいね。はい、4枚入れてくれてる。あ、無限大な、エルフーン、シャンデラ、無限大な、ニンフィア V、 ガラフリーザー、シャンデラ、欲張りさ、あ、この辺フュージョンアーツですね。危険化に甘城、オホオ V、 アローラロコン、クチートすごい、クチートレンちゃんがすごいです。レシラムもたくさん入ってる。こちら4枚目のスリーブカードです。じゃじゃん、おー、え、待って、めちゃめちゃ V 入れてくれてるやん。メッソン殺しの磁場コイル V、 エルレイド、はい、怪力、怪しいし、スタミン、タイレーツ、ウェアハーツ、石炭山、マホイップ、ナチー、ゴルーグ、はい、ゼラオラ、ヒズイドレディア、ラブトロス、ジュラルドン、ドンから、おー、ラプラス GX、 突然の A レギュ、サトシの相棒、はい、ソルガレオ GX、 はい、ライチュウ V、 あ、でこの辺はトリプルレア、お、白馬3枚いてます。
すでに驚き、ノーマルばっかかと思ってたんで、はい、これがラストの、スリーブのやつですね。5枚目入るの、ほい、あ、ここはノーマルかな、はい、バオッキー、あ、エテボース、あ、この辺で何、急に XY シリーズ、バニプッチ、サンド、ヤヤコマ、ゾロア、イラストがさ、初めて見るカードばっかで面白い、ムックル、いつまにノーマル、趣味だ、ムックルメラ、温泉に入ったね、はい、エルレイ、相手ダブルレアが、エルレイド、ヒソニューラ、電撃ウラスミミッキズラオラレララいうことで、スリーブ入ってない枠は以上となります。問題はここよ、スリーブ入りのカードが5枚入ってます。水エネルギーが貼ってあったブロッコリパなんで、まあ、おそらくね、水タイプのポケモンが濃厚かなと巨大マックスデルガは予想しております。いきます、1枚目、せーの、はい、おえー、メロン姉さん、え、強っ、メロン、オーロラ綺麗今なんならさ、なんか水タイプかなんかギャラドスの SR とかかなみたいなで想像してたせいで、めっちゃ嬉しさが爆発。 V クラじゃなくて白銀のランスの方なんでレアですね、はい。いや、まさかのサポートから来ていくスタイルいいですね。2枚目見ていきますか、スリーブ2枚目、せーの、はい、おい、オリジンパルキア V、 ありがとうございます。待って、まさかのオリジンパルキア V、 てかオリジンパルキア V デッキ作れのやつこれV スターいそうだな、この中に。通常 SR 版のオリジンパルキア V をゲットいたしました。3枚目のスリーブカードいきます、せーの、はい、おオリジンパルキア V スターの HR じゃん、これ、やばい、かっこいいね。4枚目のスリーブ入ったカードです、せーの、はい、あオリジンパリケンブイスターの UR、まあ、6000円ぐらい、6000、7000ぐらいするカードなので、待って、やば、じゃあラスト見ていきますか、これ絶対スペシャルアートな気がするけどな、いきます、せーの、はい、せーやっぱりそうやん、てか値上がりしてもうてるやん、嬉しい、スペシャルアート、相場で言うと多分1万2000円とかすると思うんで、完全にアドになってしまいましたね、これは。ダブルレア、トリプルレアの数がすごいの、これ。というわけで、本日はですね、バトロコさんの2万円のブロックオリパを開封したところ、ちょっとね、高騰に伴ってっていうのもあるんですけど、アドになる副ブロックをゲットすることができました。オリジンパルキアのデッキ持ってなかった人からするともう最高の組み合わせですね。最高になるのか分かんないですけど、はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。なかなかね、バトロッコさんいいなと思った方はぜひ高評価よろしくお願いします。そしてね、私の動画もなかなか見応えあったし、いいなと思った方もチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。